あじゃあ一回持たなくてよしイエーイ大丈夫ありがとうございます皆さんこんにちはヤッホー元気ですかね皆さんなんかさイヤホンして配信するとなんかいつもと違う感じするなんでだろうなんか 気分的に。<laughs> うんたった今お仕事あったそして猪子玲アちゃん卒業えそうなのえー、今知ったそうなんだええー、全然分からなかったええー、そうなんですね会いたかったなこんにちは ついいにリングライトを購入いたしましまてこの間のインスタライブの時に初めて使ったんですけどそうメールモバイルメールの方であのライト買ったよっていうのを言ったんですけどそうこちらででんこういうやつを買いましてここにね携帯を挟めるんですけど今日は iPad で配信してるのでここは使ってないんですけどこんな感じで。 これを買いましたなんかずっと欲しかったんですよリングライト。でもあの買うには何だろう買う勇気が出ずって感じだったんですけどおうち時間が増えてその配信とかあの自撮りとかも家の中ですることしかないから外でも撮らないし劇場でも撮らないし家の中でそう配信と自撮りって感じなのでライト必要だなと思って買っちゃいましたね。 超いい、これ。そうそう、面中がさ、そう、丸いと、丸い光がさ、入ってる。しかも、これね、めっちゃ良くて、色が調節、色が三色あるんですよ、ライトの。これがなんか、オレンジっぽい色で、これがオレンジと白の間みたいな色で。私が今やってたのは、一番白の、真っ白。 白いライト三色展開であと光もこうやって調節できるこれ10段階ぐらい一番暗い色がちょうど良かったからこれにしてるレイニャもそれえレイナとそれじゃないんですけどたまたまレイナも同じタイミングでライト購入したらしくてそうそうびっくりした 怖い最近れとなとかさたお何気が合うっていうかなんて言うんだろうあのたまたまその一緒になることが多くてびっくりするライトもそうだしあと前髪の切るタイミングもそうだしいろいろ <laughs> おいくら前ですかいやそんな高くないですよあれです満もしないです 何千円ですそんなお高いのはちょっと買えなかった本当はなんか1万2千円ぐらいするやつが欲しかったんだけどちょっと1万2千円のライトは買う勇気出なくてやめた <laughs> 赤とか青とかにはならないオレンジと白って感じかな、うん、めっちゃいいです オンライン授業で顔出しするることがあるかもしれないえオンンライン授業そうだよねオンライン授業かおすすめです是非その他にもねあったのがあのー、そうリングライトもそうだしあとその何前髪の切るタイミングもそうだしまあ切ったの私の方が早かったんだけどまあ同じほぼ同じタイミングでセルフカット始めてしたのもそうだしあとあのー、私が。 あのー、そ,そのユユ,ユーチューバーさんで私がもう初期の頃からその YouTuber ーーさんが始めてすぐの時から見てる YouTuber ーーさんがいて最近レーナがそれにはまってるらしくてそれで私言ってなかったのねレーナにこの YouTuber ーーさんが好きって言ってなかったんだけどあのー、レーナがちょうど今は最近ハマり始めたらしくてそうめっちゃびっくりした「最近何々見てる?」って,ってえ 私めっちゃ見てたみたいな最近私見てなかったんですけどでもレナが最近見てるらしいからちょっと改めて私も見ようかなと思っためちゃめちゃ可愛い女の子がいてそうそうその話をねめっちゃ可愛いいって言ってた波長が合う うん、普段は波長全然合わないんだけど <laughs> 仲はいいんだけど波長は合わないんだが波長は合うのかなんていうんだろう趣味とかが合わないんだけどそう最近は合うんですよねギフトありがとうございますダルマハートいろいろありがとうございます <laughs> 綺麗なスクショ撮れるそうですね今日は綺麗なスクショが撮れるはずうん 気まぐれクックさんか <laughs> 気まぐれクックさんは私め,めっちゃ見てるんだけどレ奈ナはあんまり <laughs> ああいうのは興味な興味がないみたいそう気まぐれクックさんめっちゃ見る好きああいうなんか魚さばいたりとかするの結構好きですね私 えっなんか怖いえ本当に怖いですよね私もなんか怖いむしろレーナとこんなになんかレーナとっていうか誰とでもそうですけどこんなになんだろう会うのが怖い <laughs> 不思議ですよねなんかあとたまになんか二人で一緒にいる時に私がなんか歌い始めた時に「えレナも今それ頭の中で流れてた」みたいなとかよくある。 レイニャー情報ありがとうございますってレイニャーファンの方がどうもレイニャーはねあれですねあれ何を落としたのか今一瞬で本当に忘れたレイニャーが何ていうしたんだっけ一瞬で忘れちゃった <laughs> アイナが「さばいていく」真似してて笑ったああましてるよくさばいていく <laughs> まぐれッグさん過去のも含めて毎日見てるあーそうなんだ私も見てます毎日は見てないけどなんだろうたまにめっちゃ見るたまにダダダダダって見るうん,うんあそう今日今日前髪切ったそういえば私。 なんか前髪ってさこんなに伸びるの早いんだってぐらいなんか伸びるの早くてそうそうだからなんか初めてセルフカットしたじゃないですした時にし,たしてからあれから2回目ですね切る初めてセルフカットしてその後何日か後悔にもう一回切ってで今日さっき配信直前にまた切った前髪って伸びるの早いんだねもうさ後ろの髪もさ美容室行けてないからも,もさもさです もさもさ緊急事態宣言が解除されたけど外出はどうしますかんそうあの新潟県は緊急事態宣言が解除されたんですけどでもテレビのニュース番組とか見ててもそうですしまだその状況がめちゃめちゃ変わったわけではないというか。 一歩、あの、進んだだけって、あの、ニュース番組でもおっしゃってたので。あの、今まで通り、外出は控えて、あの、おうち時間を過ごしたいと思います。<laughs> そこでね、あの、外出、ん、あのー。緊急事態宣言が解除されたからって言って、浮かれて。 うん今までど前までの生活をすぐに送ってしまったらきっとまたねうん同じことが起こってしまうと思うのでうんとりあえずまだまだまだって感じじゃないですかねうんあ初見の方がフォローしましたって嬉しいありがとうございます昨日 髪切ってきた、えー、私と私は今日ですけどお揃いですね <laughs> 大阪と東京は解除に時間かかりそうですね私の地元の神奈川もまだまだ感染者が出ているので多分まだ。 あの緊急事態宣言は続くんじゃないかなって思うので、うん、う前髪うまくカットする方法前髪うまくカットする方法はね私も調べてやったんですけどなんか三個に分けるといいですこことここ真ん中と横三個に分けてピンで止めて真ん中からこうやって切っていくといいと思いますあ,あらかじめなんだろうこんくらい切ろうっていうのをちゃんと決めといて あとは思いっきりです。<laughs> マスク1万枚、あそうなんですよ、マスクをね、1万枚、NGT48 から、あの、メッセージカードも一緒に書かせていただいて、そうそう、少しでもね、あの手助けになればいいなと思います、本当に。 公園はいつ公園ねどうなんだろうなんかうーんそのー徐々に感染者が減ってきてて緊急事態宣言も新潟は取れなんかあの解除されたんだけどでもうんやっぱり NGT 劇場ってやっぱりすごい密室だしうん、まあ、危険な場所危険な場所って言ったらあれだけどうん なんだろうなまだ安全に万全な状態で公演するのは難しいのかなとは思うんだがまあ、どうなるのかわからないですか。うん しししママススクク作って欲しい推しマスクいいですねえでも恥ずかしくないですかストでつけるの「草壁あいな」みたいな <laughs>「草壁」みたいなマスクってこと顔写真とか絶対目立つ <laughs>。 NGT 劇場は完全な3密確かに確かにねそうだなあ,あそう今日はねなんで5時から <laughs> 劇場であ劇場で作るのね確かに握手会とかでみんなつけてくれたらいいね <laughs> あのなんで今日はね、5時から配信したかというと、あの今日、インスタライブがあるんですよ。私はあれなんで出ないんですけど、あの今日は、えっと、レイニャーと大塚々海ちゃんの2人がインスタライブするので、そう私インスタライブの時間とは被らないようにしたいなと思ってるので、そう、それで今日は5時から6時まで配信したいと思います。6時ぐらいからインスタライブスタートなので、 インスタライブが始まるまでって感じですねそうそうということでね今日はですねイヤホンをしているということはカラオケ配信でーすイェーイ前回やってからちょっと間が空いてしまったのですがはい今日はカラオケしていきたいと思います <laughs> 6時かられいちゃんの方に行きますぜひ6時からねインスタライブ皆さん見に行ってくださいイエーイー今日はですねあのリクエストに前回は自分が歌いたい曲まあリクエストも答えながらだったんですけど自分が歌いたい曲とか歌ったんですけど今日はリクエストにちょっと答えたいなぁと思っててなんかさこれい1番とかで止めれないんかなカラオケってフルで歌わなきゃいけないのかな 一番だけだったらいろんな曲歌えるなと思ったんだけど一番で止めることってできるのかいこれは私よりみんなの方が詳しい気がするから聞く <laughs> 何を歌ってよいのかねバンドワゴンとか歌いたいラストアイドルの曲歌いたいけど48グループの曲しかダメって言われてるので歌えないですあ可能なんだあじゃあ一番で止めるかもまあ曲によって フルで歌うかもだけど1番で止めようかな10で止めればあそうなんだ教えてくれた1番まで歌おうかなまあでもうーんフルで歌ったほがいいなって曲はフルで歌うかもしれないけどやってみようということで皆さん何が聞きたいですかでもね今日さ 花粉症が花粉が今日いつも以上にひどくて鼻づまりなんですよね私もともと鼻づまりっぽい声してるんですけど今日一段と鼻づまりでだから高い声が出ない気がするけど頑張る NGT の曲もいいんだけどうんできたら AKB さんとかいろんな グループさんの曲歌いたいなっていう気持ちもあるな「イコラブ」も「ラサイ」も歌ってるメンバーいたええー、マジかいいの歌って <laughs> 私は4トグループしか歌っちゃいけないと思っていたというかそうだと思ううん「ラブ修行順序よろしく初恋泥棒」えー、何がいいんだろう多いやつとかないかなみんなバラバラだな <laughs> もっとなんか同じようなのまとまるかなと思ったけど意外とみんなバラバラだった坂道もダメって言われたんだよな結構前に48グループだけって言われたんですよ何がいいかなみんなバラバラだな 近道もダメって言われたんですよ。そう、オッケーになったのか。えーどうしようめっちゃバラバラめっちゃ迷う。どうしたらいい <laughs> えーどうしようかな。 こんなバラバラになるとは私が選んでいいですかねじゃあ,あどうしようかなラブ修行いいねラブ修行いいなラブ修行歌おうかな 絞ってアンケートもいいと思ったんだけどアンケートする量じゃないぐらいのちょっとリクエストが来ちゃったからちょっと決めようかな私がラブ修行いいなラブ修行か君は僕の風も歌いたいなあ花鼻詰まりやばい <laughs> じゃあラブ修行歌おうかな1曲目はいいですかね皆さん ああ、歌えるかな。あのー。鼻と喉的に <laughs>。よし。うわ、なんで今日に限ってこんな花粉症すごいんや。 よし <laughs> よし行けますでは歌いたいと思いますこれマスクマスクじゃない <laughs> マイク近づけなくてもさ平気そうかなもし声遠かったら言ってくださいでは聞いてください草壁アイヌで <laughs> ラブ修業 人を好きになるって切なく辛いものねあの日からあなたにラブ修行 ラブ修行でした嬉しいみんなコールしてくれて聞こえました皆さんのコールが <laughs> 届きましたイエーイ。ー久々に歌ったのラブ修行いつぶりだろうあ遠いろ公園ぶりかどうでしたかーイエーイ。やっぱな声がなんかガスガスしてガスガスした声してる イエーイー十人登録鍛えてね十人登録やりたくなる。はいということで「ラブ修行」でした1曲目ありがとうございます。はい続いいい続て何がいいですかねさっき見てて気になったのはあ青空カフェいいな。 希望の海流オーディションで歌った歌やあロマンティック・病めっちゃいい「ロマンティック・病歌いたいなでもむずいかな歌えるかな「ロマンティック病・病ラップっぽいんだよな最初あージレーマンマもいいね あ最強ツインテールいいな。うん。僕の好きな最強ツインテール。最強ツインテールにしようかな。すごいなんかアイドルっぽい曲が続いちゃうけど。<laughs> すごいアイドルアイドルしちゃうけども。

えレイニー昨日アイニャンの,ううの真似って何あーロマンティック舞踊を歌えそうな気がするでもこれあれですね5人の歌だからちょっと掛け合いっぽいところがあるからところどころちょっと歌えないかもだけど。 ロマンティック部を歌おう。あ、希望的るフレームも歌いたい。最強ツインテール、後で歌おうかな。え最強ツインテールの歌真似って何おい聞いてないぞ、いじ。なんだ、それは。えー、っと、あの、そうだ、リカワの DVD 見たいな。<laughs> ロマンティックあ。ロマンティックだけで出てます。 おい政治聞いてないぞまるで別人のようにえロマンティック病ないんですけどロマンティック病えロマンティック病ないんですけどみんなロマンティック病ないんだけどええー。 なんでないんだろう。まさかのなかった。もう歌詞まで調べて歌える気満、歌う気満々だったのに。くそう。じゃあ最強ツインタリル歌うか。 ガラじゃなすぎるの私が最強ツインテルとかツインテルしないしなえ最強ツインテルもないじゃんえ私のなんかあれおかしいえ最強ツインテルもないんですけどガチでなんで カップリングだからかなえ、ない最強ツインタルもなかった <laughs> <laughs> 歌いたかったカップリングはないことがいいマジかショッキングベイベー <laughs> ショッキングだわ ジレンマなあ高いんだよね <laughs> いつも歌ってるくせにうーんとジレンマがいいかジレンマ高いねんなジレンマ歌うかジレンマはあるよな えっ待ってジレンマもない <laughs> すごい顔しちゃったえジレンマもなかったごめんなさい <laughs> ごめんって言っては私のせいじゃないんですけど <laughs> ジレンマもない, <laughs> ジ,レもない <laughs> ジレンマもないですすいません <laughs> マジかどうしよう 規模的リフレインが多いかな規模的リフレイン規模的リフレインも高いなすぎぁ好きすぎて,好きすぎて <laughs> リフレインリフレインはあるっしょあれだもんねシングル曲 あ、希望的リフレインあった希望的リフレインでいいですかねあ祈り歌いたいえ祈りあるかな祈り歌いたい祈りはどなみ懐かしいバイト AKB でやったあっそう一回やったことあるバイト AKB で懐かしいな一回じゃないか何回か踊ったかもえ祈りいいねじゃあ希望的リフレイン終わったら祈り歌おうかな え、祈りもない可能性はあるな。<laughs> はい、ということで気持ち的リフレイン。あ聞いてくださいクソカので気持ち的リフレイン。どうぞ。誰か がしたよ「本当の恋だから不思議なことがある」「偶然が続くのは運命の人だろ」「好きすぎて好きすぎて好きすぎて」あれ。 めっちゃ裏返っちゃった。あー、ごめんなさい。めっちゃ声裏返ってしもうた。すいません。すいません。声裏返ってしもうた。ほんまにすいません。<laughs> ちょっと高いですね。あー、今日なんで喉の調子こんな悪いんだよ。くそ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 。くそくそくそ <laughs> はああ悔しいな。私声を裏返るのが一番悔しい。<laughs> おなんかすっごいどうでもいい日に限って声の調子めっちゃいいんですよね。はあ、人生うまくいかないですね。はい。ということで次は愛のりですね。ちょっと待って。水入れてきますね。 水ないと死ぬんで。であ。でこよう。あ、悔しい。悔しすぎる。 明るいアイナが大好きですってえー、なんかそういうシンプルな褒めと言葉とか嬉しいです私好きです冷たい冷え冷えのお水を継がさせてもろてはいじゃあ次は祈りですねあるかな祈り祈り,た祈りも高いんだよね <laughs> でも歌うよ頑張るよ 声裏返んないよううに頑張ろう今日は一段と色白確かに今日色白いよねなんでだろう冷えてない方が喉に優しいえマジか私水キンキンに冷やして飲むタイプなんだがうんとなえ祈り祈りはどう んなあっあるじゃんありましたこの曲を歌うって祈り高いんだよね頑張る <laughs> 頑,張れ頑張る頑張る頑張れ頑張れ常温の水好きな人多いよね 私こんなちょっとしか入れなかったっけあ飲んだのかえ飲んだっけえこんなあ飲んだのか <laughs> <laughs> 祈り高いのよ。頑張るよ。それでは、お聞きください。草刈りあいので。え、懐かしいっていうか、いつもりだろう、これ。祈りはどんな未来も幸せに帰るです。どうぞ。ちょっと、温かいものを言ってください。 温かく見守ってください <laughs> あ懐かしいこのイントロが おっきいた気がしたいのりやのりのりゃ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 のりの調子の最悪ですね。申し訳ないわー本当に。<laughs> 申し訳ないごめんねこんな声でガラガラ声で申し訳ない本当にいや出るんよこのりの 出るんだけどなぁ悔しいよとっても私はあ,あ悔しい <laughs> 懐かしいやっぱ踊れるわいまだに <laughs> 私もうこれ4ポジ中3ポジやってますからねこの祈りは祈りマスターって言われてたんで <laughs> 三ポジですよ四ポジ中すごくないそんな祈りやるってぐらい祈りやってましたからね理恵さんのアンダーとレナポンのアンダーと研究世話く散歩ジ。<laughs> すごいない。悔しいな。本当は出るんです。いや、こんなの言い訳ですよね。すみません。でも本当は出るんだよな。悔しい。はい。じゃあ次何がいいですかね。あとえあと十五分しかない。 あとちょっとしか歌えないかも何かがいる重力シンパシーえーどうしようかな何かがいる確か今日 NGT の曲一回も一個も歌ってないな最後に NGT の曲じゃあ歌おうかな じゃ「何かがいる」が多そうなので最後に何かがいるにしようあと2曲歌うあとあと2曲で最後の曲は「何かがいる」にするからあともう一曲先に何がいいですかね。何かがいるっていうかあるかな <laughs> あるといいけど。 せかオ初恋泥棒失恋ありがとうゲスない夢スクラミナル食べたえー、どうしようかな初恋泥棒ありやなあ先に調べておきますかあ何,か何かがいるある歌った人いるのか あるらしい友達でましょうもいいな初恋泥棒にしようかな。 初恋ドラマにしちゃおうかな <laughs> なんかすごい今日は「アイドルアイニャ」ということであ、祈りアイドルソングじゃないかうーんと「あズ・コイ・ドラマー」あるかな初恋泥棒あっ初恋泥棒ない初恋泥棒なかったです残念 友達しようどうしようどいしようどう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 たようどうしようどうしようどいしようどう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 しよう ああ黒髪少女いいなエ NMB さんね、好きなんよねうん。なぎいち、ああなぎいちもいいね。制服が邪魔をする。あつこよ、こんにちは。ときめきなときめきな <laughs> 歌える自信がないな。かもねぎはエモい。お前が好き、一番好き。かもねぎはエモいな。 どんなだったっけ、ムロ。ああ。友達高いっけうん。やばい、優柔不断が出てる。 時間がどんどんんななくなっていく <laughs> やばいよ NMB さんの曲歌いたいな何にしようかな <laughs> もう決められない「は夢は逃げないは良すぎる大好き」「夢は絶対に」一時期めっちゃ聞いてた歌えるかないやでも A メロとか不安 あーチュズミーねこの前なんか歌ったことあるんだけどなんか <laughs> 一人で <laughs> なんかね歌えない気がするえー、黒髪少女にしようかなー 絶滅の危機黒髪少女よよし絶滅黒髪少女にします <laughs> すいませんちょっとあんまり声が高くない曲を選ばせていただいたみんなありがとういっぱいリクエストごめんなさいね全部に答えられなくてあありますねシングル曲なのでということで え高いのかな、まあ、ちょっと歌ってみる絶滅黒髪少女歌わせていただきますで皆さんリクエストたくさんありがとうございますはいということでやっと決まった優柔不断な私申し訳ない世代ください「草加倍のね絶滅黒髪少女」ですどうぞこれは一回やったことあります「ときめっせ」で。 ちょっと本当にね不甲斐ないよこんな歌声をお届けするなんてみんな聞いててねこんな聞きづらい歌はないよね申し訳ない高かったな思ったよりやばい今日水買っとくべきだったな <laughs> ごめんなさいみんななん,なんか悔しいわ <laughs> はいということで懐かしいこれね一回だけやったことあるんですよそう理恵さんのコンでということで最後は最後の曲はさっき決めた「何かがいる」をねやりたいと思います何かがいるはあるよねきっとさっきどなったかがあるって言ってたんであると思いますあありました嬉しいカップリングだけどあるんだね消にしなくていいよって ありがとう <laughs> でも自分が気にしちゃう <laughs> でもファンの方がそう言ってくれると本当にありがたい。ということでさっき決めたので最後の曲は「何かが色」を歌いたいと思います。歌えるかしら <laughs> まあ自分たちの曲自分の曲たちの曲なんで歌えると思います。あこれ最初に「ささやき」みたいなんじゃんはず言わなきゃダメかなあれ。 ダメですよね歌いますはいそれでは聞いてください草川愛なれ本日ラストの曲になります、えー、すいませんまた来てくださいはいということで聞いてください何かがいる 聞いていただきありがとうございます何かがいるでしたみんな超絶可愛いにゃって嬉しいコール届いてますありがとうございますいえーいちょっとねえどうでした最初のささやき何かがいるよよかったんじゃない意外と <laughs> ささやきどうでしたか初の初の何かがいるよささやき <laughs> わいたーって、わいたー、わいたーわーき、ちら嬉しい、みんな褒めてくれるね完璧、最高、可愛いい、良い、いい <laughs> ありがとうございますはい、ということでカラオケ配信ありがとうございましたイエーイ 楽しんでいただけたでしょうか皆さんはいということでねスクショタイムをして次の配信の告知をして今日は終わりたいと思いますはいということでまずはねスクショタイムをしたいと思います前髪とかさせてもらって何曲歌ったかな楽しかったなまたね喉の調子がよ良い時にカラオケ配信したいと思います申し訳ない喉の調子悪くて 本当に申し訳ない皆さんも花粉症にはあ風邪ではないです決して花粉症ですただの皆さんも花粉には気をつけてお過ごしくださいはいということでスクショタイム5個ポーズ受け付けたいと思います 何がいいですかハート割れてるハートになっちゃったはい次。 またやってねまたやります希望的にふりのふりね好きすぎてー好きすぎてーはい好き おかきポーズはい次ーわーめっちゃお腹鳴る通天閣ポーズ やばいですめっちゃ袖めくれる <laughs> まあいいやはい通天閣ポーズ手短いとか言わないでね <laughs> はいラスト猫 はいスクショタイム終了でーすリクエストありがとうございました。はいということでですね皆さんスクショしたやつはぜひインスタやらインスタとかツイッターに載せてくださったら全部見てるので配信のあといつも皆さんいつもねスクショを載せてくださり感想と一緒に載せてくださりありがとうございます。今日もね配信終わった後見るので楽しみにしてるのでツイッターと。 インスタグラム載せても大丈夫だよーって方はぜひ感想と一緒に載せてくださったらめちゃめちゃ嬉しいですはいあとですね次の配信の告知なんですが次は明日やりますあの土日ねどっちも配信しようと思ってるんですけどそう半目は絶対載せないで半目とかいまいちの写真は載せないでください <laughs> お願いしますはい 明日配信しようと思ってる明日何時にしようかまだ迷っててでもね明日実はあのー、企画企画今日もカラオケだったんだけど明日もちょっと企画ものやりたいと思ってて明日はですねあのー、ダンスを初の初ではないかダンス配信をしたいと思ってます <laughs> イエーイあの曲流していいか許可取って 多分でもやってるメンバーもいたから曲流しても大丈夫だと思うんだけど許可が取れたらそう多分ねそうやってるメンバーいたから大丈夫だと思うんだけど曲もしな急にあのルールが変わって曲流すのダメになっちゃったらできないんだけどまあでもそしたらあのアカペラでやるかはいでそう私全身をね映すところがないの部屋で横であの あれなんですよ。マックスの動画、皆さん見ましたか ?YouTube に上がったら。そう、あのマックスの動画ね、見てくれたら嬉しいです。あのマックスの動画も、あの、縦で撮ったんですけど、もうギリギリ、もう頑張って撮ったの。<laughs> 頑張って撮ったのね。そう。で、横じゃないですか、ショールームって。で、横だとさ、あれなのよ、全身映るとこ、ないから、だからあの、上半身とか。 上半身しかかんないかも全身は無理 <laughs> なんんだけどごめんね全身のダンス配信はちょっとできないんだけどちょっとレッスン場とか借りれるならレッスン場でやりたいんだができないのでそうそうちょっと全身の,あのダンス配信は申し訳ないことにできないんですけどそう上半身だけでやる。 そう時間がさそうそう遅いとそうご近所さんに迷惑になっちゃうのでそうドタドタしちゃうとねだからお昼からお昼か夕方にやろうと思ってるんだけどどうしようかなお昼にお昼過ぎにやろうかなって感じですのでまだね時間決めてないんだけど どううしようかなまあ2時とか 1, 1時2時3時4時1時2時3時ぐらいにやります <laughs> 曖昧のでいつでもいいおしましてありがとうダンスしてるとこ見れるのは全然理想 なんかずっとやりたいと思ってたんだけど全身映らないなら意味ないなと思ってたのダンス配信ってでもまあ上半身だけでもダンスってお届けできるなって思ってそうそうだからダンス配し,しようと思ってるで踊る曲はあのファンの方から今日みたいにリクエストに応えて自分が踊れるやつをやりたいなと思ってるあのー、そうだから今日優柔不断 なんでちょっと今日みたいにどうしようかなってなる時間があるかもしれませんがまあそういうところも含めて楽しめるんじゃないかなみたいな何だろうもともとあらかじめ決めてやるのもいいんですけど急遽あこれやってみよう」みたいな感じで踊るのが楽しいのかなとか思ったりしてそうだから今日みたいに「何がいいですか?」みたいなやつでこうやって見てちょっと決めてうーん踊れるかわかんない曲とか、まあ、あるかもしれないけど、まあ、踊ってみたいなって思ってます。 はい、うんということで明日はお昼過ぎに配信するのでダンス配信しますので皆さんぜひぜひ見に来てくださいお願いしますお仕事の方は無理せずお仕事頑張ってください土曜日にねお仕事ある方もたくさんいらっしゃるでしょうからうん でも全然ショールームはあの時間あるときにふらって見に来てくれたらそれだけで嬉しいので。うん、はい明日はダンス配信したいと思うので楽しみにしててください。<laughs> はいということで今日もねコメントもたくさんコールとかもねこうやって文面だけど打ってくれて嬉しかったです。ありがとう やばいバグっちゃった <laughs> 切れちゃったみんなもいなくなっちゃったかなみんないなくなってないあーよかったすいませんなんかバグってホームボホーム画面に戻っちゃいましたごめんなさい焦った 画面が固まっただけだったあよかっただだけすいません、はい。ということでみんないるよかった。明日はダンス配信するので楽しみにしててください。うん、ということで終わりたいと思います。皆さんカラオケ配信楽しかったですか <laughs> 聞きたがりカラオケ配信楽しかったですか めちゃめちゃ楽しみ。ありがとう。ああ、嬉しい。楽しかったです。楽しかった。あ,あ最高。嬉しい。イェーイ。嬉しい、嬉しい。もう本当に、本当に申し訳なかったです。ちょっとね、本領発揮できてないんで、自分的には、まだ全然本当に。ちょっとまあ、言い訳になってしまいますが、ちょっと悔しかったので、喉の調子がいい日に、花粉が。 花粉がすごくない日に、喉の調子がいい日にやりたいです、また <laughs>。はい、最高。あ、皆さん、皆さんのおかげで私も楽しいカラオケ配信をすることができました。ありがとうございます。ということで、この後はね、レイニアと大塚のなみちゃんのインスタライブがあるので、ぜひ皆さんお時間がある方、見に行ってください。そして明日はね、お昼過ぎにあのダンス配信してみたいと思うので、皆さん楽しみにしていってください。では、バイバイ。ありがとうございました。バイバーイ。 バイバイみんな平日一週間お疲れ様ですバイバイまた明日バイバイ